そのまま置きっぱなし。俺夜中見といて。そしたら犯人は分かる。家にある。持ってってくれる？流れていたんだけど、
の思い、そして桜庭さんの思いを届けます。本日は私たちのためにお集まりいただき誠にありがとうございます。遅ればせながら結婚のご報告とともに新しい家族の紹介をさせていただきます。今年3月6日に娘が生まれ、しずくと名付けました。おかげさまで元気いっぱい健やかに育っております。本日はこうして家族3人で今日という日を迎えることができたことを大変嬉しく思います。これもひとえに皆様のおかげでございます。深く感謝申し上げます。本日は久しぶりに顔を合わせる方もいらっしゃると思います。美味しい料理とともにリラックスして積もる話を楽しんでいただければと思います。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。私は常々、桜子の母親からですね、怖いおじさんだよと。何かあるたんびに例えば家の中をどちらからして片付けをしないときに、片付けしないと刑事おじさんが来るよと、そういう役目だったようなんですけども、いつの間にやらこんな立派な大人になってしまって、また立派な旦那さんを、ね、見つけて、ね、よかったね。 Take my hand and we will roll. Don't need a reason, we'll just go. And we will see. どこかでビューティングパーティーのどこかで流れてきますしてくださったんだそうです。中学時代の陸上で長距離の選手だった桜子さん、当時お母さん、はい、頑張ります、はい、先輩との距離感がすごい上手だな、はいはい、先輩後輩そこはやっぱ叶わない。年齢は2個下なんですけど、頼りになる後輩というかもう友達ですね、まあ、友達ですね、最高ですね、はい、彼のギターや歌声というのはいかがでしょう。もう最高ですね。ハーレさん、ぜひ美しい羽根姿の桜子さんに一言どうぞ。何？大丈夫？なんか綺麗だね。綺麗だよね。ママ可愛いね。この今後おじいちゃんじゃねえの、おばあちゃん。はい、おばあちゃんになってもお願いします。This is where we're meant to be, and I believe.
ですけども鼻一本なってますから大変お見苦しい点、お聞き苦しい点、特にあの作業ですね、サシスシェその作業はあのお聞き苦しいかと思いますけどもご容赦願いたいと思います。あの女房や友達は選んで作ることはできるんですけども、兄弟とかあの子供、親は選ぶことができません。ましてやあの娘が連れてくる亭主なんていうのはどこの馬の骨を連れてくるとかわからないんですけども、本当にたっちゃんは本当に素晴らしい、あの私にとってはあの良きもう婿さんであり息子であり大切な友達です。本当にさあのたっちゃんを連れてきてくれた桜子に本当に感謝しております。で桜子なんですけども、よくあのこの広い世の中で我が家に生まれてきてくれたと思って本当に感謝しています。もう嬉しくてしょうがないんですけども、あの本当にうちを選んでくれた桜子に、それと桜子を産んでくれたうちの女房に本当に感謝しています。桜子はあの今までもこれからもずっと自分の大切な宝物です。 You are the news I celebrated. That little blue line exclamation got me dancing in my bare feet and I couldn't help but sing.Thank you.